やっぱりすごくこうトラウマ的にこう、感情的なこうショックを受けるときとかね、またはこうずっと継続的に孤独感を感じ続けているとか、ね、寂しさを感じ続けているとか、やっぱりそうなるとこうオーラにね亀裂が入るみたいなことが起きたり、でチャクラにちょっとこう、傷ができるっていう表現で正しいのかなっていうようなことが起きるんですね。まあチャクラが裂けてる人って実際いるんです、いるし僕見たことあるんですね。なんだけれども、まあよほどじゃないと裂けるなんてところまではいかないですけどね。だけれども、でもオーラに亀裂が入っていたり穴が開いていたりすることっていうのは実はよくあるんですよ。相手から穴を開けられることもあります。相手というのはつまりあなたに対してちょっとこうネガティブなね感情を向ける、ちょまあ質的に言うと呪い的なね、やっぱりそういうものっていうのも実際にこれは何かこうオカルトの話をしてるんではなくて実際にあるのでね。だからそういうものをこう修復してあげることってとても大事なんですよね。自分が健全に機能するために。はい。そうですね。相手に悪気がなくても、すごく大きな声で怒鳴られて、それでショックを受けるとかありますよね。そうです、そうです。ショックでもそういうふうにこう、避けるみたいなことっていうのが、起こり得るんですよね。はい。はい。そして当日は、その埋めた種を、埋めた種を、育てていくという、宿題というか、やり方も教えていただけるんですか？すごいシンプルですけど、すごくパワフルです。はい。はい、そしてですね、本当にその種を完全な状態で開花させていくための、はい、ワークを、12月の24日、はい、クリスマスのお昼、はい、クリスマスイブですね。イブですね。はい、クリスマスイブの午後に、やりたいと思います。はい、もちろん、それまでも、種はもう、体の中で、魂の中で働き続けてくれているので、12月まで何かないということではないわけですよね。というよりも、どんどんそれがこう自分の中で育っていくので、こう自分の中で、あ、変化してきているなっていう、その変化を体感しながら、当日っていうのは24日ですよね、を迎えるみたいなイメージですよね。じゃあ、この種を植えることは、当時のワークに参加するときも役に立っていきますか？はい、もちろんです。で、結局、その、本気で生きる、本気モードで生きるっていうのがこれからとても大事なので、この本気モードイコール深刻じゃないですからね。真剣かもしれないけど、深刻ではない。真剣は楽しいことです。なぜならば、今まで見えなかったものが見えてくるからですよ。分からなかったものが分かるようになる。感じられなかったものが感じられるようになるからです。でも、その生き方につながっていくっていうことは、その当時までの間にどんどん育ちながら、それを育てながらというのが、自分自身が変化していくでしょ？で、できることが増えていく。ね。言えなかったことが言えるようになる。みたいになってたら、それは自分で自分の成長を喜べるじゃないですか。こういうポジティブな意識で当日を迎えるってなった時に、その24日、9月のね、この、これからやるワークショップからの自分の成長っていうものをこうちゃんと自分で感じながらいけるってのはすごい楽しいことじゃないかと思いますよね。はい。9月24日に、完全な種を、自分の中に植えて、そして12月24日に完全な形にしていきましょう。そう、これ初の試みですよね。こんなに間を空けて、こう、つないでいくっていうのはね。はい。そしてね、2024年は、素晴らしい年になっていくんですよね。そうです。そこをどれだけ本気で生きるかによって、あなたの2024年が決まるぐらい、この期間っていうのはすごく重要です。それぐらい今やっぱり、なんて言ったらいいのかな。切り替わりの時、本当にこう、変化する時、まあ、ずっと変化し続けてるんだけど、それがまた、ほら、いつもターニングポイント、ターニングポイントっていうところをこう皆さんにお伝えしてるじゃないですか。その2024年っていうのがさっきも言った新しい地球へシフトしていく、この本格的な始動になるので、もうこっからはすごいやっぱり加速するんでね。なので、そこをちゃんと自分の中で整えながらバランスをとって乗っていくための大事な大事な準備期間。引っ越し準備みたいなものなんですよ。簡単に言うと。引っ越しの準備っていろんなものを棚卸しするじゃない？もうこれは持っていこうかな。あ、もうこれは手放していこうかな。ね、新しい家にこれはもう必要ないな。あ、これは持っていこうみたいな。そういう期間なんで。だから本気で見ていく必要がある。だから、審美眼、本質を見抜く力、
それってとても大事になるんですよね。それを人間関係に適用させれば、どの人と付き合いも、どの人との関わりを得るのか、やっていること、何をやり続けるやめ、何をやめるのか、この仕事をやり続けるのか、やり続けるのをもうやめるのか、それがたった今やめるではなくたって、もうやめると決めて、よし、じゃあ来年のここまでには、みたいに、こう自分の中でこう計画ができる。計画通りに行かなくたっていいんだよ。でも、当たりをつけていかないと動けないでしょ。だから、やっぱりそういう視点っていうのをちゃんと、こう、意識していく、そういう視点を取り入れていくっていうのがとっても大事なのが、この投資マネーなので、それに役立つワークになると思います。はい。秋分、そして翌日、はい、そしてそれから冬至、うん、そして12月24日、ここね、しっかりとベースをもう本当に固めて、はい、2024年、素敵な年にしていきましょう。はい。並木先生、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。